さあ、じゃあ貝塚さん、今回の絵は、はい、はい、アルフレッド・シスレーという、うん、イギリス人だけれども、うん、フランスで活躍した人の、サンバメスというパリからセーヌ川をちょっと上流にこう遡ったところの、はいはい、街の風景画なんですね。結構栄えてた街なんですか、サンバメス。電車の駅もあって、まあ、そこそこに人口はあって、うんうん、今でも人は結構住んでますけれども、うんうんうん、パリから、適当に田舎なんですね。パリなるほど、ちょっと言い方あれ、埼玉大宮みたいな感じ、東京から見たところの、あの 距離感的には。そうですね、うんうん、はい、それで、これセーヌ川で、セーヌ川の流れがこういう楽しめて、はい、で生活するのにも楽だし、それでこう、うん、いろんな絵描きが、あのシスレもそうですけども、はい、いろんな絵描きがパリから出かけてまたパリ戻ったりっていう、うん、そういう場所ですね。シスレ自体はここに住んでたわけではない。住んでたこともあります。でもなんかあのボートに乗ってる人、これは何をしてる、遊んでるわけではなくて、おそらく漁師さんじゃないかと思うんですけども、セーヌ川ってなんか取れるんですか。だから魚取れたじゃないですか、ね、あ、そういうのもあるんですね、はい。なんかすごく楽しそうな感じですけど、6月の朝これ見ると、うん、日本は6月っていうとこう梅雨でジメジメして、はいはいはい、曇り空雨っていうイメージですけどうん、うん、フランス爽やかなんですよね。フランスって梅雨はないんですか。ないですね、はい、はあ、はい、でも朝から結構人いますね。そうですね、そう考えると、はいはい、散歩してる人がいたりとか、うんうん、この辺を多分親子、はい、親子ですよね。結構あと広い道ですよね、そう考えると。はい、でちょっと気になったのは、こう住んでる人がこの川のスレスレまで住んでるんですね。そうですね、意外とギリギリですよね。なんか洪水の絵があったじゃないですか、モネの、はいはい、だから洪水とかあるのかなと思いきや、意外と大丈夫なんですね。まあ、洪水も多分あったでしょうけども、はい、日本みたいにこう水がドーッと流れるような、うんうん、そういう洪水じゃなくて、こうじわじわと溢れてくるような、うんうんうん、そういう洪水なんでしょうね。だからギリギリまでこう人の家が建ったり、はい、並木があったりっていう、はい、まあ、そういう土地柄だと思います。なんか穏やかな感じ。穏やかな。そもそもこのシスレーという画家はどういう画家なんですか。イージョファっていうグループ、モネやルノワールと一緒に絵を描いていて、で、最初はやっぱり田舎の景色でもちょっとこう地味なちょっと暗い絵だったんだけれど、うん、ルノワールやモネと一緒になってぐわーっと明るくなっちゃったんですね。あ、そうなんです。ちょっとキャラ変わってくるんですよ途中、まあ、みんながこう描き方が変わっていった時代で、例えばここはあの右から光が差していて、はいはい、家の影があるんですけど、はい、影なのに明るいんですよね。あ、黒で描いてないってことですね。黒で描いてない。本当だ。なんかちょっとこう青も入ってたり紫っぽい感じですか。そうですね、はい、あの私が学生の頃、大学生の頃に、はい、日本の明治時代の油絵を勉強していて、はい、それで紫派っていうグループがいたらしいんですよね、はい、それは本人たちが名乗ってたんですか。周りから言われて、それは影を紫に描くから紫派だっていうふうに言われたんですけど、うん、ちょっとこうディスられてる感じですか。まあ多少はそういうことがあったり、紫で描いてて、はい、それから自分たちもプライドを持っていたりっていう、はい、でそれを聞いた時に、うん、実はこの絵を思い出したんですよね。あ、これも紫、この絵を先知ってたもんですから。やっぱりその日本の洋画家っていうのは意識してるんです。こういう勉強してるってことで意識してたと思いますね。当然この影も黒で描かないとやっぱり意識してシスレも描いてるってことですかね。そうですね、このあえて明るくというか、はいはいはい、本当だ。影にも色があるっていう、うん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 、影の中にも何かものが見えるっていう描き方ですね、うん、本当だ。なんかそう言われてみると本当あれですね。なんかもう当然影は黒だと思い込んでますけども、明るい影なんですね。影は影でもという、はい、そうか。だからなんかこう影の中にいる人たちもなんか明るく見えるんですね。明るく見えますね。普通に考えたら、はい、だいぶ暗いですね。だってみんな影で隠れちゃってるから、なかなか描かない絵ですよね。そんな影がメインの絵というか、そうですね、もっと明るい時期に描けばいいじゃないですか、はい、朝じゃなくて昼に描いたらいいなと思うけど、はいはい、まあ、むしろこれを描きたかったっていうことなんですね。かもしれないですね。でもシスレーというのはこの水描くのは好きだった。シスレーも、そうですね、うん、シスレーも水場が近い町を点々とする、はい、パリもそうですし、はい、サンバメスもそうですし、はい、それからセーヌ川そのものも描いてます。もともとイギリス住んでたとさっきおっしゃったけども、基本的にはもう最後もずっとフランスで、そうですね、イギリスに帰ってイギリスで絵を描くこともありますけども、はい、活動はやっぱりフランス。
ちなみにモネはすごい売れっ子だったって話でしたけど、シスレはどうだったんですか？シスレも結構売れてました。あ、人気あったんですね。人気ありました。やっぱりこれ、ちょっと家飾りたいじゃないですか、うん、もし自分にお金があったら、確かに確かに、はい、これいわゆるいい家を描く人なんですね。誰が見てもなんかこう、ほっこりするというか、こう健康的な、うんうん、気分をこう明るく してくれるような、そういう絵を描く人でした、ね、なんか毎日見たくなる絵って感じですよね。そうですね。なんかたまに食べたくなるじゃなくて、こう毎日食べたご飯みたいなというか、うん、なんかシンプルな味わいなような印象があるかもしれないです、ね。はいはい、でも今回この作品にちょっと関連する作品がもう一枚あるということなんですか、はいはい、この絵よりも実は40年ぐらい前、うん、描き方は違うんだけれども、うん、描き方違いだからやっぱりちょっと共通点もあるっていう絵をもう一枚最後に見ていただきたいと思います、はい、というふうに思います。はい、はい、じゃあこの絵のところにやってきましたけど、こちらは何ていう絵でしょう。はい、さっきのシスレより大体40年ぐらいか45年ぐらい前に描かれた絵で、はい、コローっていう人の、ビルダブレっていう絵なんですね。ビルダブレというのは何で、これ、日本風で言うとアブレ村っていう意味で、はい、パリとそれからベルサイユの間ぐらいにある村らしいんです、はい、またサーマーメスとはまた別の場所なんですね。別の場所です、はい、でこれは川べりじゃなくて、うん、じゃあここに池があるんですね。あ、ほんで言われてみればありますね。本当だ、はい、で川辺の村ではないんだけれども、まあ、パリから近くて、うん、シスレたちはパリから三番目線に出かけていって、はい、コローはコロー家の別荘がここにあって、はい、でたびたびパリから出かけていって絵を描いて、アトリエもあったらしいんですね。まあ、ちょっと軽井沢みたいなことなんですかね。そうですね、日本で言うともっと近いですけど、うんうんうん、東京に近いけれども、うん、まあ、そういうところで、まあ、コローは大好きだった村ですね。でもなんかさっきのところはまあ住んでる人もいて少し都会な感じというかしましたけど、ちょっとやっぱりいいな。こっちの方は人口は少ない、ね、少ないんですね。これでもあれですよ、こうね、道がめちゃくちゃ細いですよね。細いですね。一人しか通れない道みたいなあとすごい気になるんですけど、この牛は何なんですか。野良牛みたいな感じ。あ、多分これは飼ってるんですか。これ女の人だと思うんですけど、これは飼い主で、はい、散歩してるんですか。散歩してるんでしょうね。牛を散歩、連れてこうとしてるかもしれないなかなかちょっとついてきてくれてない感じしますけどね、この。そうですね、はい、そういうのを描いてる絵なんです。そうですね、うんうんうん、でここやっぱりこの絵が、すごく大事なのは、この頃にようやく絵描きさんたちは外に出て行って、うん、で特にパリから田舎に行って、はい、外の景色を描くっていうことはこの頃普通になってきたんですね。それまではそうでもなかったんですか。それまでは外でスケッチをして、はい、それでアトリエに帰って描く、うんうん、風景画だけど、はい、アトリエで描くっていうのは普通だったんだけど、はい、この頃は外で油絵を描くっていうのが出てきたんですね。それはなんか変わったことがあるんですか。なんか変わったことが、はい、それは例えば、チューブ入り絵の具が発明されたとか、まあ、今でこそ当たり前にありますけど、それはもう結構新しい発明品だったんですか。そうですね、200年ぐらい前にようやくできたんです、ね、それまではじゃあ絵の具はもう運べなかったんですか。そのちっちゃいこう 陶器に入れたり、それから、豚の膀胱を今のチューブ代わりに使ったりで持ち運んでたけれども、はい、まあ、そんなに豚の膀胱たくさん確かに持てませんから、うんうん、チューブって本当に適量だけ外に持ち出せるって本当に便利な、うん、絵描きにとっては便利な発明だったんですね。もうだから当時としてだからパソコンがだから外で使えるみたいなぐらいの IT 革命ぐらいのことが起きたってことですか。はい、はい、あの大きいコンピューターから、ノートパソコンができたみたいなぐらいの革命だったんですよ、はい、それでこうじゃあ外で描くようになったと。でもさらに、まあ、シスレの時代になるともっと明るい絵になりますよね。ちょっとまだ明るさがない感じはありますね。そうですね、この頃はまだようやく外に出始めて、うんうん、でコローに学んだ絵描きたちが外出るともっと明るいよ、うん、すごく明るいでこれをぜひ描きたいっていうふうにやっぱ変わってきて、うん、モネとかルノワールとかシスレたちが出てきたんですね。だからその第一世代第二世代みたいなことなんですね。そうですね、はいはい、これぜひ今並んでますので見比べていただきたいなというふうに思います。